はい、どうも、吉谷です。今回ですね、ドリア火星の方から結果報告をいただいたので、シェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様です。実績ができた、出たのものをまとめて報告しようと思っていたのですが、定期的にアウトプットするということが重要だと思いますので、報告します。ありがとうございます。今回はアカデミアの内容とそれ以外のことに取り組んで結果を出た、結果を報告させていただいています。ドリア化の講義内容、アマゾン転売。新品の商品に触れているので、中古の商品も挑戦して開拓しました。主にゲーム CD、DVD の扱い300商品以上、中古を仕入れました。素晴らしい。結果としては、現時点で93万1848円の総売上、純利は20万出てます。はい、売上が93万で、そこから純利が20万出てるということでね、100万円の大台までもう一引き、商品のストックがあるので今月中には達成できそうですということで、素晴らしい。もう売上だからもう100万とかですね。まあ純利、まあその転売なんで純利で20万ということなんですけど、素晴らしい。中古商品は利益率が高いので、それを売上伸びた原因の一つでもあると思います。中古の仕入れ値が安いので、できるのであれば取り入れるべきだと思いましたと。なるほど。まあこれはですね、まあぜひですね、まあ今ドリアカの方では一応その新品転売の方をメインで教えてます。これは理由としては、まあその中古だと目利きじゃないですけれども、大丈夫かなっていうところがあるんで、まあ新品の場合は、その流すだけなんで、右から左に流すだけで、すごく新品の方が簡単なんで、新品を入れてます。ただ、まあ中古もね、入れてもいいんですけれども、ぜひ中古のノウハウをですね、ご提供いただけるといいんじゃないかなと、お願いします。はい。もうこれ素晴らしいですよね。はい。ぜひドリアカの講師としてね、デビューしませんかというところでございます。はい。YouTube、一度アカウントが削除されていまし、しまいしましたが、新しくチャンネルが育ってきて、チャンネル登録数が150まで来ました。アップした動画は686本です。320本は消されました。これはアカウント削除のやつですかね。上がった収益は17,528円ですと。振込されたのが13,000円と。で、現時点が4,000円と。ということは、新しくチャンネルを、アカウント、1アカウントに対してこれで、新しく作ったのがこれぐらい増えてるってことですね。YouTube で3万円の収益も達成できなので、引き続きで継続しますということで。そうですね。まあ、これも引き続きやれば、まあ3万は絶対いきますんで、まあ、ぜひ頑張っていただければなと思います。で、多分おそらくなんですけど、ここまで600本ぐらい作ってれば分かると思うんですけど、慣れればそんなにね、まあ、正山先生も、1動画2分ぐらいで本当作れるんで、多分おそらく動画もこれだけ作ってると思うんで、多分相当動画も慣れてると思いますんで、1日かかって5分ぐらいかなと思いますんで、1本あたりですね。1本あたり5分ぐらいで作れるんで、まあ、そんなに、その負担ではないと思います。多分ここまでやれば慣れてると思いますんで、まあ、正山さんなんか1日1本あたり2分ですからね。じゃあこれですね、アカデミー以外で実践したことと、自己アフィリエイト。ポイントサイトを使い2万582円稼ぎました。口座開設やクレジットカードの案件をこなしました。楽天ヤフーが審査が緩いのでおすすめですと。ラウンディング、まあこれクラウドワークスとかですね。クラウドワークスに記事作成を行い、6,153円事前に振り込まれました。教材買ってませんが、ネットで使ってライティングについて12時間ほど勉強しました。単価の低めを中心にこなして、少しずつ単価高くしていこうと思いますと。以上が今回の報告になります。これからも定期的に報告していきますので、よろしくお願いしますということで、小野さんからいただきました。まあほとんどですね、まあドリームアカデミアでこう教えてることだったり、アウトプットしていきましょうと。まあ実際その自己アフィリエイトに関しては、まあ、ドリームアカデミアに講義は入れてません。まあ、入れてもいいんですけど、まあ、これはドリームアカデミアの講義でも話してますけど、自己アフィリエイトのやり方ぐらいは自分で検索しようよっていうスキルがないと、あれなんで、まあね、これも、やれば稼げますからね。で、このクラウドワークスも、まあ、やれば稼げます。これが素晴らしいですよね。12時間勉強しても6,000じゃないですか。多分、ほとんどの人って、その教材めちゃめちゃ勉強しても多分ね、これ稼げてないと思うんですよ。だから結局アウトプットなんですよ。まあここで、そのアウトプットするということが重要だと思いますので報告します。だから他のドリア火星にもこれちょっと結果が出てないんだったら、これぜひこの、ここです。
もうここです。アウトプットするということが重要だと思いますので報告します。要は、わかりますか？これなんですよ。12時間インプットしてアウトプットした結果もお金になってるんですね。わかります？ 12 時間勉強してアウトプットした結果お金になってるんですよ。で、ほとんどの人はこれアウトプットしないんですよ。勉強しても全然アウトプットしないから稼げないんですよ。だからドリアカで教わった内容をアウトプットして、で、アウトプットすると、じゃあこれもどうなんだろう、やってみようみたいな、自分のノウハウも出てきます、出て、あの、出てきますんで、稼げないとかはまずないんですね。で、もし稼、ドリームアカデミアに入って稼げてないということであるならば、絶対アウトプットしないです。もしくはアウトプットの量が少ないです。アウトプット量が少ないです。なんで、まず勉強したらアウトプットっていうことを心がけてください。もうね、これ、まあこれまあ、あれなんですけど、こう成功するためには、成功するためには失敗が必要。で、お金を稼ぐためには、インプット、お金を稼ぐ方法をインプットしてアウトプットする。ただこれだけなんですね。まあこれはちょっと、これちょっとあんま微妙な例だったな。要はこれ以外何もないです。お金を稼ぐためにはお金を稼ぐ方法をインプットしてアウトプットする。超シンプルじゃないですか。めちゃくちゃシンプルですよね、これ。お金を稼ぐため、なんかお金の稼ぎ方が分かりませんとか、なんだ、何やったらいいか分かりません。それはお金を稼ぐ方法をインプットしてアウトプットすればいいわけですよ。ただそれだけです。あとはお金を稼ぐ方法、このお金を稼ぐ方法っていうのが、まあ、ドリームアカデミアだと、まあ、アマゾン転売だったり、YouTube だったり、情報発信だったり、他にもありますけれども、いっぱいこう用意してるんで、まあ、それを勉強していただいてアウトプットすると。ただこれだけです。めちゃくちゃシンプルです。で、僕自身も、まあ、僕の動画とか見ていただければ分かりますけど、アウトプットが、なんだろうな、当たり前というか、アウトプットイコール、アウトプットイコール空気。はい、アウトプットイコール空気です。アウトプットイコール空気です。アウトプットイコール空気。アウトプットイコール空気です。まあ、ここまで行くと、まあ、これ稼げないってことはまず考えられないですね。アウトプットイコール空気みたいな。まあ、でもここまで到達するのはちょっとね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、ここを今回いただいた、その、ここアウトプットするということが重要だと自分で感じてないとダメなんですよ、これ。これがいくら僕が100万回言おうが1000万回もアウトプット大事だよって何回言おうが、結局自分で重要だということに気づかない限り、一生無理です。一生無理です。これどんだけ人に言われても自分で気づかないとここってダメなんですよ。だからここが重要なんだなっていうことに対して、ここを気づかないと絶対無理です。これを自分で気づかない、気づく、だから気づくまで、まあ、失敗するしかないですね。あ、これはね、まあ、気づいてほしいかなと。だから僕ができることは、これが重要だって言い続けるしかないですよ。言い続ける。あとは僕が先導を切ってアウトプットしていくっていう。だから僕が60歳までドリームアカデミア無料でサポートするよって言ってるのが、僕がね、塾生さんの誰よりもアウトプットして、いやアウトプットしようぜ、いや僕もアウトプットしてるよと、まあ、YouTube ね、3000本ぐらい僕このチャンネルをアップしてますけど、まあ、1万本アップしますけど、だから塾生さんの誰より YouTube に関してはアップするみたいなね。あとはまあ、毎日のライブ放送だったりとか、まあ、いろいろやってますけど、その、なんかその、アウトプット重要だよって言ってる人がアウトプットしなかったら微妙じゃないですか。でも結構僕してると思うんですよ、アウトプット。僕までしろとは言わないですよ。もちろん僕までしろとは言わないんですけど、僕は単にここに気づいてほしいなって。ここです。もうここなんです。ここにちょっと気づいてほしいかなと。ここが全てですから。なぜならば、じゃあ例えば、もうこれ結構言うんですけど、例えば、なぜアウトプット？じゃあなぜアウトプットが重要なの？例えば、
ブログで稼げますって聞いてブログを始めました。記事がありません。LINE アットやりました。配信がありません。YouTube を始めました。動画がありません。はい、Facebook を始め、記事がありません。あとなんだ、インスタ写真。これ稼げないですよね。これどう思います？稼げるわけないですよね。あとなんだ、メルマガですね。メルマ、これ稼げないですよね。要はここが重要なわけじゃないですか。確かにこのここを始める上でのノウハウももちろん大事かもしれないですけど、マネーが発生するとってここじゃないですか。これ結構重要ですよ。ほとんどの人はなんかこれを始めるノウハウを勉強するんですけど、これを始めるためのノウハウを勉強します、じゃあこれで稼ぐ方法を勉強するんですけど、いや確かにそれは必要ですよ、必要ですけど、お金が発生するところってここじゃないですか。お金発生するところってここですよ。ここはあくまでも過程にしか過ぎないんで、ここがマネタイズする場所なんで、ここがなかったらここでアウトプットしていかないとお金なんて稼げないわけですよ。だほとんどの人はこっちのノウハウを勉強してこっちをやんないっていう。だ比率的に言うならばこっち1でこっち9でもいいわけですよ。だってこっちがお金発生するとこですから。わかります？こっち1でこっち9でいいわけですよ、比率としては。でもこの熟成さんからいただいたこれでも分かりましたね。12時間勉強しても6000は稼いでるわけじゃないですか。多分おそらくなんですけど、ドリアカで勉強してすぐ、なんだろうな、行動してる、こっちのアウトプットをいっぱいやってる人ってどれだけいいんだろうっていうところなんですけど、はい、分かります？ここです。勉強してすぐアウトプットっていう。勉強してすぐアウトプット。アウトプットした結果これじゃないですか。あとはまあここに全部結果報告いただいておりますけど、転売はもう純利で20万出て、で売り上げも100万を超えそうと。本当にやっていただければ結果出ますんで、ぜひちょっとやっていただきたいなということです。でもうここです、アウトプット。すいません、もう話を最後にまとめてるというか戻しますけど、本当ここに気づいてほしいかなと。要はここの結果を得てる、なぜこの熟成さんがこのような結果を出してるのか、それはここに気づいてるからです。もう一度言いますね。習ってる内容は一緒です。習ってる内容は一緒なのに、なぜ結果の方、その違いが出る、結果に違いが出るのか、ここに気づいてるからです、この熟成さんは。この熟成さんはここに気づいてるから結果が違って出てきています。わかりますか？ここに気づいてほしいと思います。で逆に言うと、ここに気づかないと一生ちょっとお金はちょっと稼ぐことは難しいと思います。多分一生ここに気づかないとどういう現象が発生するかっていうと、多分ここのノウハウをドリームアカデミーに入ったとしても他のノウハウを買いまくってます。多分ここに気づいてない人は、ここに気づいてない人はドリームアカデミーに入ったとしても、あ、こっちの方がやっぱいいんじゃねえかっつって、なんかいろいろ教材買ったりノウハウこっちばっかりやってるんですよ。これをやる、ここで稼ぐ方法みたいなね。ここで稼ぐ方法みたいな。こっちですから、お金を稼ぐのは。ここがないとダメですから、頑張っていきましょう。はい。まあそこに気づいてほしいということですね。だから僕は、まあまあ、それをずっと発信していくっていうところです。ここが重要だよっていうことをもう60歳まで言い続ける。ただこれしかできないので、気づく気づかないは、その人しかだ、その人が気づかないとダメなんですよ、本当に。これは結局人から言われた後って右から左なんで、自分でハッとしないとダメなんで、そこに気づいてほしいと思います。はい、
ということで、今回はですね、塾生さんから素晴らしい、たくさんの結果報告いただきました。あ、そうだそうだ、すいません。そうだ、これ画像を送っていただいたんだな。画像をいただいてたんで、ちょっとこれもシェアします。これが、自己アフィリエイトですかね。これが自己アフィリエイトで稼いだよ、みたいな。で、これがアドセンスですかね。アドセンスに関し、あの、YouTube のアドセンスに関しては、新しいチャンネルの方でこれぐらい上がってるということなので、前回のおしらい、もうこれ入金済みとかですね。で、あとはクラウドワークス。あ、クラウドワークス。こんな感じで入金されてるんですね。はい、クラウドワークスということで、入金されたよっていう。クラウドワークスからこう入金されてるということで。なるほど。クラウドワークス、こんな感じなんですね。僕もクラウドワークス見たことがないんで、こんな感じで入金されるんですね。なるほど。ハピタス。これはポイントサイトかな。これはポイントサイトで、1万4000円ぐらいいってるってことですね、ポイントサイト。こう、モッピーもポイントサイトかな。これも2890円ぐらいいってるということですね。あと、転売売上ということで結構いただきましたね。お、素晴らしい。こんな感じですね、転売の方。あ、売上93万。はい、ここに出てますね。売上93万1800円。48円。これ売り上げですね。転売なんで、この93万1848円の売り上げ出したとしても、そこから転売なんで、そこから利益、その、なんだ、仕入れ値とあれになります。で、93万8000円の、93万1000かの売り上げで、今、純利で、20万ぐらい出てるということでございますね。すごい、こんなにいただきましたね。ありがとうございます。こんなに写真も送っていただいて。ありがとうございます。本当にね、やれば結果は出ますんで、ぜひ、今後も実践していただければなと思います。はい、本当に素晴らしい結果報告ありがとうございました。他の塾生さんも、別にこれ、今回この塾生さんは結構、結果出して、もうすげえ、スクショも送っていただきましたけど、何でもいいんですよ。何でもいいんで、結果報告してください。アウトプットなんで。だから、その、アクセス増えましたとか、Facebook の友達がこんだけ増えたよとか、何でもいいんで、まずアウトプットしましょう。はい。いいんですよ。別に、その、結果報告しなくても俺はもう稼げてるからいいんだぞっていうことだったらいいんですけど、稼げてない。稼げてないんであるならば、今現状として稼げてないんだったら、何でもいいから結果報告してください。結果報告。それは、ドリームアカデミアの講義でも僕は言ってると思いますので、結果、稼げてないんだったら、まずこのアウトプットすることを習慣化しないとダメなんですから、あとはここに気づくってことですね。だってもう実際出てますよね。結果報告してる人、稼いでないですか？結果報告してる人は結構、多分、悪い方向に行かないと思います。結果報告してる人は。結果報告する人は多分、悪い方向には行かないと思います。いい方向にしか行かないと思います。はい、ということで、今回の、シェア動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。